ガラテアとアーキズ、ポルペーモス、ガラテアの勝利、ガラテアはギリシア神話に登場する女性である。その名は、乳白色の肌を持つ者の意。ラテン語ではガラテア、以下のものが知られている。海のニュンペイ、ピュグマリオーンの妻、彫像から人間に変身した、エウルティオスの娘、神の力を借りて、娘を男性に、性転換させた。 ワタツミネーレウスの娘ネーレイスの一人、オイデウスの変身物語によれば、ガラテーアは、シケリア島で川のニュンペイの息子である、青年アーキスと恋に落ちた。しかし、かねてより、ガラテーアを連母していたキュクロープスのポリュペーモスがこれに、嫉妬し、巨石を投げつけられたアーキスは殺される。死んだアーキスの血は、エトナ山のそばを流れる川となり、彼は、 川の神となった。アッピアノスはイリュリア戦争において、ガラテーアはポルペイモスの子を産み、その息子たちはケルトス、イルリオス、ガラースと名付けられ、それぞれケルト人、イリリア人、ガラティア人の祖となったとしている。ラファエラの作品にファルネジーナ層のためのフレスコが、ガラテーアの勝利がある。これはアンジェロポリツヤーノの詩、バジョーヤリジアに基づいており、 ネイレイデスの姉妹たちやトリートオンらに囲まれながら自分に対するポリペーモスの武骨な愛を笑うガラテアが描かれている。ガラテア、アーキス、ポリペーモスの物語を題材にした音楽作品は数多くある。海洋星の衛星ガラテアはこのニュンペイのガラテアにちなんで命名された。ガラテアとピュグマリオオン元はキュプロス島のピュグマリオオンが女神。 アプロディーテーの姿に似せて彫刻した象下の女性像。自らが作った彫像に恋焦がれるピュグマリオーンの祈りを聞き届けたアプロディーテーによって、彫像は人間となり、ピュグマリオーンと結ばれた。二人の間には、パポスという息子が生まれ、これが現在のキュプロス島の地名パポスの由来とされる。オイディウスは変身物語の中でこの彫像の名前について言及していない。 後世の人々が美貌で知られたニュンペイのガラテイアの名を彫像に与えたものである。キプロス島におけるアプロディテイ崇拝の一端を伺わせる神話である。男児を欲しがるオットランプロスを欺き生まれた娘の命を守るために断装させ息子として育てたクレータ島のパイストスの女性。アントーニーヌス・リーベラーリスの変身物語集に登場する。娘は レウキッポスと名付けられるが、美しく成長し女性であることを隠すのが難しくなる。困ったガラテーヤは、レウキッポスの性を変えてくれるよう、女神レイトーに祈った。レイトーはこの願いを聞き入れ、娘は男性になったのだという。ギリシア神話において、超自然的な力によって性別を変えられた人間としては、ガラテーヤの娘、レウキッポスの他に、カイネウスや、 テイレシアースなどがいる。オビディアス、ザ・メタモーフォーシス、エーシス・ワンド・ガラテア・ピアン、ヒストリー・オブ・ローマ、ザ・イ・ラー・ンウォーズ・ダンカン・ティ・キン・ケード、アニ・コノグラフォック・ノート・ン・ラファエル、エス・ガラテア・ジャーナル・オブ・ザ・ワールブルグ・アンド・コルトールド・インスティチューツ、ボリューム33、1970、ピアニッシモ、313から315、アンジェロ・ポリツヤーノ、スタンツェ・パーラ・ジョストラも参照。 オビディアス、ザメタモーホシス、オルフェウス・シングス、ピグマリオンザ・スタチューナを、パポスを娘とする説、ピグマリオンと、ガラテアの間には、メタル名という娘がいた、とする説もある。フランシス・セロリア・ザメタモーホシス・オブ・アントナイナス、リベラリス、エイトランスレーション・ウィズ・コメンタリー、ラウトレッジ、1992、ピアニッシモ、71から72、ありがとうございます。